さて今日もまたしおんくん行きますよ。はいはい、しおんくん。はい。あ、しおんくん気がついたね。さあ、こうなると問題ですな。はい、はい、はい。はい、しおんくんおいで。あー、分かっちゃったか。しおんくん、これは手こずるぞ。はい、はい、はい。シャーを言ってますよ、しおんくんが。はい、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 はい。あー、無理か。ちょっとマオイさん、手伝って、無理だ。とうとう気づかれました。気づかれた。うん。キックの。はい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 。誰？はい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 。シオン君じゃない方がシャー。誰で乗ってる？はいはい、シオン君。どうもシオン君。ああ、やばいなこりゃ。ね、うん、どうしようかな。下から追い立ててもらうしかもう方法がないね。ちょっと開けて、うん、そっちに手出して。3階建てはちょっとつらいね。しおんくん、これもう無理だね、きっとね。しおんくん、しおんくん、大丈夫だよ。ラブくんに察しがいいもん。そうなんだよね。お勉強してますよね、君は。はいはい、うん、はいはい。ハンズちゃん、ハンズちゃん、ちょっと煽らないでね。ハンズちゃん、ちょっとね、チャックのファスナーが止めない。よいしょ。はいはい、あ、愛が出てる。はい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 、出てるよ。はい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 、どっちだろう、こっちか。はい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 、もういいよ。はい、リカさんね。アンジちゃん、お母さんなのにシャンシャン行っちゃダメよ。はい、シャンくん。はい、ごめん、シャンくんね。これはもう恐怖がすでにある状態になっちゃった。あ、そっか、くるむやつだね。これがくるむやつだね。ママ、でね、これで持ってきます。さて、はい、さあ、しおんくんが、洗濯ネットを覚えてしまいましたので、この先何が起こるかもうすでにここの状態で恐怖になってます。さあ、また譲渡会でもビビっちゃうね、きっとね。仕方ないね、しおんくん大丈夫だからね。怖いことないよ。はい、しおんくん到着しましたが、はい、この状態です。しおんくんやばいね、ちょっと。はい、しおん、はい、どちょっと行くね。はい、行こう行こう。ラブくんと2人で来ている時よりもさらにひどい状態の感じですね。大丈夫よ。これベッドの下に潜るね、きっとね。潜るかな。はい、はい、
いいよ。はい、目隠し、目隠し。しおんくん、どこだ顔は。これか。お顔が分かんなくなっちゃうから、いろんな薄い毛布にすればよかった。シャン君、シオン君はこのような形で固まりました。たまに訪れるこの恐怖は何だろうって思ってますね。シオン君、なかなか難しいね君は。普段の元気はどうした？完全に愛想がないのがゲイみたいになってるよ。シアン君。だってもう僕はここにはいませんって。オーラだよ。ね。僕は死んじゃないでしょ。僕はここにはいません。はい、しよう。まだなんだね。しよんくん。近いでるかなって思った。もうちょっとね。しよんくん、2時間経ちましたが。あ、なんか出たがってんの？なんかね、多分ね、おうちに帰れるのみたいな顔してるよ。ね、出られるのみたいな。相変わらず。お子様用だけでいいか。チュール。そう。チュールはお子様用まだ可愛い。しおくん。チュール食べるじゃん。おやつ食べようか。このまま食べるかな。お皿に入れた方がいいかな。あげてみよう。チュークン、チュークン、チュークン。どうどう。どうどう、あれじゃないの、これじゃない。おいしいね。あ、おいしいね。あ、よかったね、シャン君。おいしいね。おいしいね。喉乾いてたかな、もしかして。どうどう、垂れちゃうよ。おいしい、おいしい、おいしいね。これで少し元気出るかな。出るかな。頑張れ。ちょっと待って、もうちょっと。結構食べてくれる。ベロ長いね。みんないい子だね。どうぞ。どうぞ。はい、いい子だね。はい、はい、いい子だ、いい子だ。なんだ、食べかけるじゃない、ちゃんくん。いい子だね。いちいち。あ、リカさん、美味しかった。はい。ごちそうさま。ごちそうさま。ラブシオンの弟、うん、妹たちなんですよね。同じ、うん、アンズちゃんっていうお母さんから。かわいい。あ、ね、かわいいの、ね、ちょっと足が、足がかわいいのよ。
なんかさっき随分人気だったですね。そう。待ち行列ができて。すごい。ね。かわいいよね。お隣さんを紹介します。ノエルくん2歳。優雅な猫です。しっかりしてるからね。結構巨大です。大きくて可愛い。お顔が大きくて可愛い。でも今クシュってなっちゃったね。大きな毛玉になってます。かわいい。人間の子供でこれぐらいの顔の子になってるかわいい。ほぼ猫バスだね。へいへい。さて4時になったね。残念ながら良縁には恵まれませんでしたが、もうなんかだんだん慣れてきたね。本人は慣れてないみたいだけどね。しおんくん、これ外すか。うん、はい。ちょっと一旦どかしましょう。はい、お疲れ様でした。大変だったね、しおんくん。もう帰れるからね。はい、しおんくんお疲れ様でした。怖かったね。しおんくんが譲渡会の会場で、愛想を振りまくということは未来永劫なさそうですね。唯一ですね、スタッフの人とちょっと目を合わせるようになったのがあ、なるほどと思いましたが、普通の、お客さんと来ている人と目を合わせられるようにせめてなるといいですね。ちょっとそれも、パパとママが何かこう誘導してできるように、どうぞ触ってくださいの時にね、考えてみましょう。では次回までうちでいい子になってください。